今日は長谷寺に来ています。今日はあの長谷寺の歴史を解説していきたいと思います。それでは早速長谷寺からスタートです。タリアのジョーンズ。最近いざいざ奈良、そして奈良中部の4つのお寺を巡る大和四寺巡礼の一角としても注目を集めているのが長谷寺です。まあ、古くからですね、一年通じて四季折々の花が咲き誇る花の御寺として知られてるんですね。で、特に4月下旬から5月上旬に見頃を迎える牡丹の美しい様子というのはですね、本当に見事なものです。牡丹の歴史自体はですね、非常に古く、かつて中国の唐の時代の置き先であった根津武人が観音様のですね、ご利益を得たお礼に牡丹を長谷寺に献木したのがその始まりというふうに伝えられてましてですね、歴史はなんと1000年以上も前に遡りますということになってます。しかもさらにその牡丹よりも古いのがお寺の始まりなんですね。で、この長谷寺がある奈良県の桜井市初瀬というところ、この辺りはですね、昔から長谷、あるいは初瀬、あるいは豊初瀬というふうに呼ばれてまして、7世紀の後半に読まれたですね、日本で一番古い歌集ですよね、万葉集にも木漏れ句の初瀬と、こういうような形で登場するんですね。で、この木漏れ句っていうのはですね、この隠れた国っていうふうに書きますけれども、三方が山に囲まれた奥まった場所という意味です。で、他にもですね、人はいさ心も知らず、ふるさとは花ぞ昔の花に匂いけるっていうですね、この百人一首にも選ばれたこの日野貫之という方の有名な句があるんですけれども、これはですね、長谷寺の梅の花を呼んでるんですね。なんでその有名ぶりっていうのはまあ分かるわけですよ。さてですね、まあ、そんな長谷寺、いつ建立されたかっていうことについてはですね、いくつか手がかりあるんですよ。で、その一つというふうに言われるのが、学問の神様である菅原道真が書いたというふうに言われる長谷寺縁起文なんですね。天武天皇の時代の僧である道明がですね、長谷山の西の丘に宝塔を収めたというふうに書かれているわけです。で、もう一つの手がかりというのは、この長谷寺が持っている国宝である銅版法華節操図の名文文章に書かれているわけです。で、これによるとですね、686年天皇の命によってですね、道明が銅版を長谷寺の西の丘と呼ばれる場所に置いたことが記されているわけです。で、この2つの手がかりに出てきたですね、西の丘については後でちゃんと登場しますので、お楽しみに。さて、7世紀に建立された古刹長谷寺、ご利益についてご案内していきましょう。平安時代に仏教に救いと一族の繁栄を求めて貴族たちから信仰を受けたのが長谷寺です。観音霊場の一つとして大いに発展するんですね。で、この観音霊場って何かというとですね、慈悲と知恵でありとあらゆる人を救うというふうにされている観音様が祀られている場所なんです。で、これ当時ですね、長谷寺を詣でるということはですね、長谷詣というふうに呼ばれまして、まあ、枕草子であったり源氏物語はもちろん、更科日記、あとは陽炎日記などもですね、平安時代を代表する王朝文学にも登場するんですね。で、さらには10世紀頃からですね、西国33箇所巡礼、これが盛り上がりまして、巡礼地としてですね、長谷寺のもとに全国から人々がやってくるようになるんですよ。で、この西国って何かっていうとですね、まあ、今でいうとこの関東から見てですね、西の国、まあ、すなわち和歌山、大阪、兵庫、京都、奈良、滋賀、岐阜って言ってるんですね、この2府5県を指すんですけれども、このエリアにまたがるですね、まあ、総延長にして約1000キロ、そんなですね、長い距離に及ぶ33箇所の、聖地霊場を巡礼するっていうものなんですよ。で、これなんで33箇所なんかっていう話なんですけど、観音様はですね、33の姿に身を変えて人のですね、悩みとか苦しみを救うっていうふうに、あの観音様のお経である観音経に書いてましてですね、33っていうのは神聖な数字っていうふうにされてるんですよ。で、それにちなんで33箇所の霊場を回れば、
この世で犯したありとあらゆる罪っていうのが消えますよと、であなたは極楽に行けますよと、こういうふうに信じられてるわけですよ。まあね、ちょっとあんまり悪い罪犯したらちょっと極楽行けるか分かんないですけど、このですね33箇所の霊場を巡る巡礼の先駆けというふうになったのが長谷寺なんですね。というのも伝説によるとですね、718年長谷寺の正道上人はですね病気になっちゃって仮死状態になるんですよ。でその時にですね、さまよってる時にあの世で閻魔大王と出会うんですね。でこれ閻魔大王は言うわけです。世の中の悩んでる人たちを救うためにあなたは33の観音霊場を開いて観音様の慈悲の心に触れるような巡礼を進めなさいと、こういうふうに言ってですね、33の法印とあと起請文、これを授けるわけですね。それで、この現世に舞い戻った、この世に舞い戻った正道上人はですね、この閻魔大王によって選ばれた33のですね観音霊場を作るわけです。この中にはですね、日本の首都そして文化の中心でもあった京都そして奈良、そういったところにですねお寺があること、そういったことが影響して憧れの巡礼地としてですね信仰する人が全国にどんどん増えていったわけですよ。ただですね、それでも戦国時代という時代になるとですね、やっぱりこう戦がどんどんいろんなところで起きてきてですね、長谷寺もその霊に漏れず荒れ果てちゃってるんですね。でそれを見かねた当時この辺りを治めていたですね、大和の神豊臣の秀長という方はこれなんとか長谷寺復興させたいなと、こういうふうに考えるわけですよ。ただ普通に復興させるだけやったらちょっとやっぱりねダメなんで、もうそこでですね最高の人を招こうということで、当時ですね真言宗を教える高僧として有名だった千葉僧正という方に白羽の矢を立つわけですよ。彼が長谷寺で教え始めたのが真言宗の一宗派である武山派だったんですよ。でも真言宗については高野山の動画で詳しくお話してるんですけれども、この武山っていうのはですね長谷寺の三号である武山に由来した名前なんですね。真言宗武山派のトップ総本山となった長谷寺なんですよ。でこれ全国にですね今も多数ある長谷寺の総まとめとしてですねさらに発展しまして、江戸時代にはですねなんと徳川家からも信仰を受けて栄えるんですよ。令和6年となった現在もですね注目を浴びてるんですね。そんな長谷寺の見どころについてご案内していきましょう。正門である仁王門なんですよ。でこの現在の建物というのは明治22年1889年に再建されたもので、長谷寺という大寺はですねこれ御用勢天皇がお書きになったものです。でこの仁王門抜けるとですね本堂へ続く石段になってるんですよ。でも長谷寺といえばですねこの特徴的な石段なんですね。でこのくねくねとしたですね石段なんですけど、上り廊というふうに呼ばれまして、仁王門とあとはですねその頂上にある鐘楼というのを結ぶ屋根で覆われてましてですね399段あります。これを登っていきます。平安時代の1039年ですね、春日大社の社寺であった中富の信清がですね子供の病気が治ったお礼に作ったものなんですよ。まあ、この春日大社もですね解説してますので、よかったらそちらも見てください。でこれは後に明治代に再建されてます。でこの上り廊のですね天井には楕円型の灯籠が吊られてまして、これを長谷型というふうに呼びます。ここでですねちょっと鈴木亮平さん真似して撮ってみたんですよ。完成度はちょっとどうでしょう。でさてですねこの上り廊では1月から2月に冬ボタンで、4月下旬から5月下旬にボタンの花を鑑賞できます。私が訪れた時にはですね残念ながらちょっと天然のボタンっていうのは咲いてなかったんですけれども、お寺の方のご厚意によるですね美しい灯籠っていうのを鑑賞できました。途中この上り廊を脇道にそれるとですね趣のある2本の杉の木に出会います。これが二本の杉です。でこれ2本の木の根元がですね重なりまして高くそびえ立ってるんですけど、古今和歌集あとは源氏物語も登場するなどですね本当に古くから知られているような名木なんですね。この辺りではですね2月から3月に梅とか椿を鑑賞できるっていうふうに言われています。でですねこの上り廊を
一番上まで頑張って登るとです、まあ、ちょっと急なので少しバテちゃってたんですけど、長谷寺の最大の見どころ、本堂、そして御本尊の十一面観音像があります。まず御本尊はですね、室町時代に作られたもので、像の高さはですね、なんと10メーター18センチもあってですね、木像としては日本最大級の仏像なんですよ。ちなみに右手に釈杖という杖を持ってるんですけど、これはですね、11面観音像としては珍しいものなんですよ。というのもですね、釈杖というのは一般的にはですね、僧やお地蔵様が持つもので、観音像が持っていることはですね、かなり稀なんですね。で、長谷寺式の観音像というふうに呼ばれています。そしてですね、観音像が収められている本堂、これはですね、徳川家光が江戸時代に再建したものです。初瀬山の中腹の崖の上に立ってるんですね。なので、この舞台というふうに呼ぶんですけど、そこからの眺めというのは最高でした。青々としたですね、初瀬山の山並みっていうのを感じることができました。で、この本堂内部にある霊堂ではですね、牡丹も飾られてまして、すごく静謐な空気が流れています。で、本堂から見てですね、西には美しい五重塔が見られるんですね。で、これはちょっと先ほど言いましたけど、元長谷寺と呼ばれる地で、686年に道明上人が銅板の法華節操図を安置して祀った、まあ、長谷寺の始まりの地なんですよ。で、今こう見られるようなこの五重塔っていうのは1954年、そうなんですよ、昭和に建てられた日本で最初の塔らしいです。まあ、戦没被災者の慰霊のために建てられたそうです。で、この五重塔の中には御本尊の大日如来というのが祀られてます。まあ、大日如来についてはですね、高田さんの動画でも触れてますので、ぜひそちらも見てみてください。まあ、11月中旬から12月上旬というのは紅葉のベストシーズンになるそうです。今日紹介しきれなかったお花のベストシーズンについてはですね、まあ、こんな感じです。ぜひ見てですね、参考にされてください。ちなみにお土産にはこんな可愛い真央ちゃんグッズはいかがでしょう。真言宗の創始者である空海の幼名真央から取られています。さて、1年を通じてお花を楽しめる長谷寺、いかがだったでしょうか。ぜひですね、訪れた際には歴史とそして伝説にも思いを馳せてみてはいかがでしょうか。まあ、他にもですね、真言宗総本山の高野山、東大寺、そして法隆寺、さらには仏教つながりでタイ・バンコクのお寺、古代アユタヤに関する動画もありますので、ぜひそちらも合わせて見てください。チャンネル登録者100万人を目指していますので、ぜひ応援よろしくお願いします。通知設定もお忘れなく。タレオナ・ジョーンズでした。ポンピ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